はい、こんにちは、つくつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回冬ごもりにおすすめの本10選ということでね、これはハッシュタグで、ツイッターのハッシュタグでこれも流行ってます。なんでハッシュタグシリーズということでね、今回ねそれを動画化しました。いや、ハッシュタグのねやつね、結構動画化すると映えるよ。映えるっていうか、ツイッターじゃねもう書ききれないんですよ、基本的には。で、面白さとかもなかなかツイッターの中じゃ字数が足りなくてもう書ききれないので、これ動画化することによって情報量をねブワーッと出すと。まあ僕は今回冬系の小説を10個選んできました。で、早速ね紹介していこうかと思います。で、1冊目はこちらですね、アンナカバンの氷ですね。これも表紙がかっこよくない？やっぱり名作だし、今回冬っていうことなんで、やっぱ寒そうなね小説選んできました。これ氷に包まれた世界の話なんだけど、バーナード・ジョー曰くっていう漫画あるでしょ。で、バーナード・ジョー曰くも僕読めてないんですけど、確か氷の話ちょっとあったよね。この表紙っていうのが氷に包まれた世界を表してるんじゃないかみたいな、バーナード・ジョーの話ちょっとあったんですよ。で、バーナード・ジョー曰くもね、僕コミックス買わなきゃと思ってんだけど、なかなか買えていません。で、この氷もねいいですね。で、アンナカバンってさ、最近アサイラムだったっけ、結構アンナカバンブームってちょっと前にありましたよね。だからそれで読みやすいアンナカバンの作品ということで氷ですね。異常な寒波の中、私は少女の家へと車を走らせたというね、氷が全世界を覆い尽くそうとしていたというね、解説川上弘美、世界中に冷たい熱気を引き起こした伝説的作品ということで、氷と、やっぱ冬に読むべきですね、寒いからね。で、続きましてこちらね、川端康成の雪国ですね。もう雪国のね有名なね出だしといえば、国境の長いトンネルを抜けると雪国であった、夜の底が白くなったと。で、信号所に汽車が止まったというところから始まると。やっぱ川端康成はノーベル文学賞を取ってますし、これでやっぱり日本のね情景を歌ったかなんかでノーベル賞を取ったんですよ。そういう理由があるんです。なぜこの人が選ばれたのかっていうので、一言コメントみたいな理由が選ばれるんですよ。で、その時川端は確か日本の情景をなんか感情的に描いたのであるみたいなだったと思うんだよね。で、雪国とかで多分選ばれてたと思うんですけれども、で、この出だし有名だけど、このやっぱり寒いなって思う感じするもんね。この雪国やったら夜の底が白くなったっていうところがもう名言でしょ。ここがよくね引用されるけど、本当の名言は夜の底が白くなったなんですよ。で、夜の底が白くなったなんか考えつかないし、川端康成ってもともと新感覚派の人なんですよね。日本の分断の流れで新感覚派ってあって、横光リーチとかの流れが実は川端康成だったりするんですよ。ピカソが実はキュビズムだったみたいな話で、そういうので川端康成ってちょっと変わった言葉遣いとかをするんです。で、そこが評価されてはいると思うんだよね。雪国もねやっぱ寒いから。で、続きましてこちらですね、谷崎潤一郎、ささめ雪ですね。ささめ雪、ささめ雪も牧岡家のね4人姉妹の話でしょ。鶴子、幸子、由紀子、妙子のね4人姉妹の話なんだけど、やっぱりいいですね、ささめ雪もね。まあ僕はあんまり谷崎実は読めてないんですけれども、ささめ雪だけ昔に読んだことがあって、谷崎もねバンバン読んでいきたいなという感じはしますけどね。やっぱサリズム、マドシズムとかフェティシズム的な小説を日本文壇の中にポッと入れてきた、それがやっぱ谷崎の面白さなんですけど、細い雪とか言ってささめ雪って、ささめって読むっていうのはなかなか面白いですよね。そんな読み方すんだみたいな、知らない人って絶対細い雪とか読んじゃうもんね。続きましてこちら、で、これ筒井康隆先生の夜のコント、冬のコントね。筒井先生僕やっぱ好きだから、冬系なんかあるのかなと思って調べたら、冬のコントって書いてました。冬、あ、いいな。これね短編集なんですけど、夢の検閲官入ってるんです。で、夢の検閲官入れすぎじゃねっていう問題あると思うんです。魚卵観音記夢の検閲官っていう3編集もあるんですよ。
で夢の系列感結構気に入ってんですよ、新潮文庫はね。で冬のコント、夜のコントと、で最後の喫煙者、傾いた世界もあるんですよ。いやいやいやと、これ最後の喫煙者っていう短編集も新潮文庫からあるし、傾いた世界っていう短編集もあるんですよ。どんだけ好きやねんっていうね。筒井先生作品数やっぱ多いから、調べたら何でもあるから。で続きましてこちらね、多和田陽子先生ね、雪の練習生ね。これね、変な話で、膝を痛めサーカスの花形から事務職に転身し、やがて自伝を書き始めた私と、これ北極熊三代の物語をユーモラスに描く野間文芸賞受賞作と、これね、北極熊の話なんです。でそんな話すごいみたいなさ、これ文芸誌編集長のオットセイに読ませるかみたいな。動物世界の話で、僕知らないけど、ビースターズっていうのが今流行ってるでしょ。僕全然知らないんだけど、そういう話なんですよね。多和田陽子先生ってね、ノーベル文学賞をね、選ばれるんじゃないかと言われている作家なんですよ、実はね。10年後ぐらいに飛んじゃない、もしかして。これ雪ですよ、雪が入ってると。で次こちらね、雪沼とその周辺ね、堀江敏行ね。堀江さんはね、マジ何に読んでも面白いから。これね、なんか日常系描くよね。そのストーリーしたストーリーってあんまり書かないイメージがあるんだけど、言葉の面白さみたいなのが書いてて、やっぱこれも川端賞、谷崎賞ですよ。で川端と谷崎を選びましたけど、僕は偶然にも川端賞、谷崎賞ね、取ってる本があります。これ雪沼っていう町があるんですよ。で雪沼っていう町の周りの人々の話ね、これ短編集なんですけどね、タイトルからしてもかっちょいいじゃない。で池澤夏樹先生が解説書いてました。これもね、結構文字びっちりタイプなんだけど、やっぱりね、堀江先生はね、芥川賞の選考委員やってるだけあって、めちゃくちゃ面白いから、何読んでも面白いから。で続きましてこちらなんだけど、古井義吉の男たちの遠距、雪の下のカニっていうやつで、雪の下のカニは男たちの遠距だけど、やっぱ雪が入ってるから、雪が入ってるだけで選んでるんだけど、やっぱ古井義吉ってさ、本当に何でも面白いんです。なかなか文庫化されないけど、講談社の文芸文庫でバシバシ出してるでしょ、古井義吉。で又吉直樹先生も古井義吉大好きですって言ってるわけ。本当にね、日本文学の奥底のドーって来てるところなの。第三の新人だよね、多分ね、古井義吉って。だから結構古い人なんですよね。だけど今でも書いててっていう人なんですよ。だからもう本当にね、円熟した面白さがある、日本語の円熟味みたいのがあるんですよね。でこれも谷崎賞受賞作の、これ朝顔だったよね、多分違ったっけ。朝顔をはじめ70年代以降の現代文学を先導する古井義吉のすでにして大いなる再刊を予告する初期終作群ね。いや素晴らしい。8冊目なんですけれども、こちらイタロカルビーノの冬の夜一人の旅人がっていう話なんですよ。これイタロカルビーノ、千曲から出てます。でこれ確かね、千曲以外のどっかからも出てたと思うんですけれども、白水社優かなんかで出てますけれども、まずね、これ第1章をちょっと読んでみると、第1章、あなたはイタロカルビーノの新しい小説冬の夜一人の旅人を読み始めようとしている、さあくつろいで。いやこれちょっとメタが入ってるわけ。あなたの話で始まるんだもん。小説で自分のこの小説をあなたは読もうとしているみたいなメタが入ってくるんですね。だからカルビーノってね、ほんと変なことばっかしてくんの。でそこが面白い。冬の夜ですか、冬ですよ。9冊目、ディッケンズのクリスマスキャロルね。クリスマスキャロルはですけど、これは有名でね、ちょっと頑固者のおじいさんの話なんですよ。でその盟友で亡きマーリーの亡霊と対面すると幽霊が出てくるっていう。クリスマスキャロルのこれは公文社古典新訳文庫なんですよ。結構オリバーツイストとかさ、デビッドカッパーフィールドなんかはさ、めちゃくちゃさ分厚いでしょ。新潮文庫から上下巻とか4巻とかで出てたりしますよね。でそんなんもう読めるかってなるわけじゃないですか。でもクリスマスキャロルはめっちゃ薄くてパッと読めちゃうっていうところがいいですね。クリスマスキャロルは僕はまあいいかなと思うんだけど、次の作品ね、最後ね、今回冬ごもりのおすすめの本10選の最後なんですけど、最後を紹介するのはこちらですね、クリスマステロルですね、佐藤優也ですけど、
いやー、これを紹介したいがために今まで冬ごもりのおすすめの本ね、9選ね選んできたわけ。これが10選目なんだけど、いやこれ伝説だよ。クリスマステロルって言って、絶対クリスマスキャロルの題名をもじってるわけなんだけど、女子中学生小林桃子、もう冬ですね、苫小牧から船に乗り、行き着いた先は見知らぬ孤島と、一体ここは。後頭部を殴られ小屋に寝かされた桃子は監視の役目を依頼される。見る者と見られる者の関係が逆転するとき、事態は一変する。話題をさらった佐藤優也の問題作、ついに文庫化。著者本人により25ページの解説付きの。これね、マジ読んでほしいわ。えげつないことになってるから。もう起書と言ってもいいよ、これ。知られざる起書だと思うんだけど、佐藤優也の最大のね、爆弾みたいな。超爆弾。ミステリーなんだけど、ミステリーじゃないの。なんかね、最後のえげつないよ。結構どんでん返しのなんとかだとか言ってさ、みんな結構さ、呪術トリックとかね、2回読んでも面白いとか言うけど、これね、もうどんでん返しとかじゃないもん。はぁ、みたいな。なんじゃこりゃ、みたいな。こんな小説ありみたいなやつなの、クリスマステロルは。で、こんなん100円でね、今売ってたりしますので、ブックオフでね、300円の棚ぐらい見ると、大体売ってたりしますんで、そんな高い本じゃないので、まあ、ぜひとも買ってくださいと。いうことですね。で、今回この冬ごもりにおすすめの本10選紹介しました。もう氷でしょ、雪でしょ、雪でしょ、冬でしょ、雪でしょ、雪でしょ、雪でしょ、で冬でしょ、でクリスマス、クリスマスですから、この10冊をね今回紹介しましたけれども、いやいいところ揃ってます。もう日本文学を全部揃えましたっていう感じじゃないのかな。まあ日本以外の人もいますけどね。はい、ということで今回は終わり。高評価、コメント、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。ではでは、さようなら。ありがとうございます。ではでは。